世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのエリです。最近では日本食が世界的なブームとなっているのを皆さんはご存知でしょうか。日本食レストランの海外出店は年々増加し、来日せずとも世界各地で食べることができるようになりました。しかし海外で提供されるのは外国人が作っているものも多く、日本と同じクオリティとは言えないそう。そのため近年では、本場の日本食を食べてみたいから旅行先に日本を選んだという旅行客が増えているそう。今回は海外と日本で食べた天ぷらの違いに驚愕した外国人のエピソードと、それに対する海外の人々の反応をご紹介していきます。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。まずは日本で天ぷらを食べて本場の味に衝撃を受けたというある外国人男性のエピソードを見てみましょう。私はアメリカに住んでいて、近所には日本食レストランがある。以前そこでエビの天ぷらを食べたんだけど、油でべちゃべちゃだったんだ。衣も厚くて油を吸っている感じ。天ぷらってこういうものなんだと思ってた。だから東京に行って天ぷらを食べた時は本当に驚いたよ。アメリカで食べたものとは全く違ったからね。また天ぷらの味だけでなく、全てが違っていたんだ。食べに行ったところは、僕の友人が教えてくれた地下鉄三越前駅にある天松日本橋店というお店。安くて美味しいと友達は大絶賛してたから、僕は妻と二人で行ってみることにしたんだ。僕たちがその店に着いたのは開店時間の30分前。その時は並んでいる人もいなくて、僕たちは一番乗りだった。それがあっという間に大勢の人が並び出し、気がつけば僕たちの後ろには長い列ができていた。開店時間ぴったりに店員さんが案内してくれて入店。メニューは英語も表記してあったから、安心して天ぷらとマグロ漬け丼のセットを注文。すぐに店員さんが緑茶と2枚のお皿、漬物を持ってきてくれた。すべてのもののデザイン、そしてシンプルさ、お店の全体的な雰囲気など、日本人は食の芸術に対するこだわりが世界一だと思ったね。アメリカの日本食レストランとは比較にもならなくて、僕はワクワクが止まらなかったよ。そんなことを考えていたら、あっという間に料理が到着。一番乗りの僕らはすぐに食べ始めることができて本当にラッキーだったよ。最初に出てきたのは2匹のエビ。僕が食べたことのあるべちゃべちゃなエビとは全く別物で、サクサクした食感がたまらなく美味しかった。衣のサクサクの食感の秘密は揚げる時の温度の調節らしい。完璧にコントロールしてるんだって料理長が教えてくれた。ほんのり塩味が効かせてあって、その味は抜群に僕好みだったよ。この時点でかなり満足だったんだけど、さらにイカとレンコンの天ぷらまで出してくれたんだ。すべての天ぷらが最高に美味しく、感動して妻と抱き合ったよ。探せば他にも美味しい店があるのかもしれないけど、僕にとってはこのお店の天ぷらがナンバーワンだったね。でもこれで終わりじゃなかったんだ。僕らが注文したのは天ぷらとマグロ漬け丼のセット。天ぷらで大満足していた僕らの元に、さらに美味しそうなマグロ丼が。ご飯の上には海苔とごまがかかっていて、その上に刺身、そしてネギが散らしてあった。このマグロ丼も最高さ。僕が今まで食べたことがあるマグロ丼と天ぷらは一体何だったんだと思うくらい、どちらも段違いに美味しいものだったよ。そして驚くのは値段。あれだけ美味しい天ぷらとマグロ丼をお腹いっぱい食べて1260円。店員さんのサービスも満点で、料理の味ももちろん満点。それに加えてこの安さ、僕は信じられなくて何度も、本当に？本当なの？と店員さんに聞いてしまったよ。店の人は写真撮影やビデオ撮影まで快諾してくれたし、
僕たちにもフレンドリーに話してくれて、温かい気持ちで過ごすことができた。高級和食店で高いお金を払うのもいいけど、こんなお手頃価格で超一流の味が楽しめるんだ。みんなにおすすめするよ。以上がある外国人男性のエピソードでした。日本の天ぷらが大絶賛されていましたね。ここまで褒めていただけることはとても嬉しいですが、逆に海外にある日本レストランの天ぷらが食べてみたくなりますね。このエピソードに対し、海外の人からはたくさんのコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介します。そんなに本場の天ぷらは美味しいのね。ならもう行くしかないわね。次の旅行先は日本に決まり。私も日本食の中ではカラッと揚がったサクサクの天ぷらが一番好き。日本でレンコンの天ぷらを食べたあの感動が忘れられない。シドニーに帰ってから探したけど、やっぱり見つからないの。僕は松山で食べた天ぷらが一番美味しいと思ったよ。そこも有名なお店らしい。まあ日本ならどこも有名なんだろうけど。日本からアメリカに帰ってきてまだ2週間しか経ってないんだけど、とんかつがまた食べたくて我慢できないよ。ピザなんかよりもはるかに美味しい。セットで1200円だと？安すぎやしないか？僕の住んでるイタリアではマグロ丼だけで1400円だ。日本は宇宙一美味しい天ぷらが食べられるところであることは間違いないよ。すごく美味しそう。日本で天ぷらを食べるのが私の夢よ。日本の料理人ってプロ意識が素晴らしいよね。職人って感じがとってもかっこいい。日本食はまさに芸術品。美しさと美味しさがとことん追求されているんだよね。こういうシンプルな食材がプロの絶妙な技術で料理されるのってほんといいよな。僕はこの店に以前行ったことがあるよ。天ぷらは塩で食べても美味しいってことをここで初めて知って衝撃だった。天ぷらを見ているとよだれが止まらなくなっちゃった。来週行く東京旅行がますます楽しみよ。こんな美味しそうなものが日本にはあるんだな。もし俺が日本に行ったら確実に10キロは太るな。単なるフライ料理だと思ってたけど、天ぷらって日本で食べるとそんなに美味しいの？日本のレストランはとても清潔だし、店員さんも優しくて礼儀正しいのよね。そこが大好きよ。前に日本旅行した時の記憶が蘇ってきたよ。日本が恋しいな。マグロ丼なら10杯は食べられそう。以上が海外の人々の反応です。海外の人も天ぷらを知っている人が多く、世界でも人気なことが分かりましたね。特に揚げ物に関してはその見た目の美しさのみならず、海外では味わえないような独特の食感が好まれているようです。揚げるという調理法は一見単純な作業のように思いますが、緻密に計算された繊細な作業であり、日本人ならではのこだわりが詰まっているのですね。また日本食が好まれる理由としてはもう一つ挙げられます。それはヘルシーで健康的なところ。最初に日本食のヘルシーさに注目したのは海外セレブの人たちだそう。有名モデルであるミランダ・カーやマドンナらが率先して日本食を食べるようになり、それを広く発信していました。それがきっかけとなり、健康意識の高い人たちの間で日本食が流行し始めたと言われています。それに伴い日本食を求めて訪れる外国人観光客が増えたことにより、日本の飲食店の受け入れ体制も変わってきているようです。外国語のメニューを作成したり、宗教などの食事制限がある場合を考慮し、そのメニューの使用食材リストを用意したり、外国人向けに準備している店も増えています。日本の食文化に馴染みがない外国人にとって、分かりやすい表現で説明してあると安心して食事ができますね。いかがでしたでしょうか。海外で日本食がこんなに高く評価されているとは知りませんでしたが、
日本のご飯は美味しいと言われるのはとても嬉しいですね。ちなみに外国人が日本で食べて感動したものとしてコンビニのおにぎりをあげる人も多いそうですよ。私たちが普段当たり前に食べているものですが、外国人にとっては衝撃を受けるものも多いのですね。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。合わせて家庭内問題を扱ったセカンドチャンネル、スカットピエンチャンネルの方もご登録いただけますと嬉しく思います。またのお越しをお待ちしております。